山本龍太郎山本龍太郎1942年8月7日は、明治から昭和前期の農業経営者、実業家、政治家、衆議院議員。木の国日高郡、後の和歌山県日高郡南部村で、山本貞八の長男として生まれる、農業を営んだ。1888年10月の補欠選選挙で、和歌山県会議員に当選し、 1892年に再選された。1894年3月、第3回衆議院議員総選挙で、和歌山県第3区から義白府、山本昇の後継として出馬し初当選し、県会議員を辞職。第4回、第5回総選挙で再選された。1898年9月、県会議員に当選し、1899年に再選された。 1902年8月、第7回総選挙で当選し、県会議員を辞職した。県会議員として、通算4期9年6ヶ月間在任し、常知委員、参事会員を務めた。1903年の第8回総選挙でも当選し、衆議院議員を通算5期務めた。政界を引退後、和歌山市西渚町に転居し、 和歌山米国株式免守取引所理事、関西土地工業取締役などに就任。晩年は松井助の63円支配任などを務めた。ありがとうございます。